2013年に100周年を迎えた、新市庁舎旧市街の旧市庁舎19世紀の国立オペラ劇場ハノーファー中央駅、中心の銅像は、第四代ハノーファー王のエルンストアウグストハノーファーは、ライネ川沿いにある北ドイツの主要都市の一つ、ニーダーザクセン州の州都である、人口53万人、地域の行政の中心地としても、 政治的利益点の置かれた街である。日本語では、ドイツ語における一般的な発音に近いハノーファー、または、ハノーファーのほかハノーバー、ハノーバーと表記されることもある。来年川沿いに位置し、ミッテルランド運河が市内を走る。交通の要所で、鉄道も、東西を結ぶ路線と南北を結ぶ路線が交錯する。商工業が発達している。近隣の都市としては、 約90キロ西にビーレフェルト、50キロ東にブラウンシュバイク、70キロ東にボルフスブルク、約30キロ南にヒルデスハイムが位置する。中世にライネ川岸に建設された。元は漁村だったが、13世紀には大きな町になりつつ、あった。14世紀には、教会や視聴者、3つの指紋のある城壁もできた。この頃、 犯罪同盟の一員として繁栄した。1636年に、ブラウンシュバイク・リューネブルク公国の一部である、カレンベルク公領を受け継いだゲオルクが首都ハノーファーに移し、ブラウンシュバイク・カレンベルク公領の首都となった。1692年、エルンスト・アウグストが、選定校となったことにより、彼の公領は、ブラウンシュバイク・リューネブルク選定公領。 通称ハノーファー選定公領となった。1714年、ハノーファー選定公、ゲオルク一世は、イギリス国王ジョージ一世として即位した。イギリスとの関係が深いため、イギリス風の建物が残る。ナポレオン戦争後に、ハノーファー選定公領は、ハノーファー王国となる。第二次世界大戦においては、空襲を受け、街の3分の2が消失した。 2019年の市長選挙で、緑の塔で、トルコ系のベリーとナイが当選した。トルコ系が大都市圏の市長になるのは、初のことである。多くの催し物が行われる、ヘレンハウゼン王宮庭園がある。ハノーファーは、多彩な教育機関と大学のある町で、2000年には、万国博覧会もここで開かれた。ただ、入場者数は、当初の予定の半分以下である。 約1800万人に終わり多額の負債が残された。ハノーファーでは世界最大のコンピュータ見本市であるスピットが毎年春に開催されている。最大で200万人を動員した射撃祭も開催される。1529年にカレンベルク公エリヒ一世が住民に許可したのが始まりである。大上栄治が終身名誉指揮者を務めている。 ハノーファー北ドイツ放送フィルハーモニー還元爆団がある。商工業が盛んであり、国際的な自動車部品メーカーのコンチネンタル AG が本社を構える。年に一度、世界最大規模の国際産業技術見本市が開催されることでも知られる。ありがとうございます。